はい、こちらお花畑駅の目の前にあるラーメン横田さんに来ました。そして今日は偶然みなみチャンネルのみなみすです。 YouTuber に会いました。地元のかわいいねみのりすチャンネル、皆さん見てみてください。みのりすくん、はい、みのりくんね、 YouTube やってんだよね。ゲームの YouTube、 はい、ね、ゲーム実況見てないって。ゲーム実況見てあとその友達の宗次郎くん、はい、もう一緒に映ってます。イエイ。じゃあ早速行ってみようか。イエ。じゃあ合言葉いくぞ、せーの、ジンジブー。よし、行くぞ。これは相当好感度上がったっしょ、監督。カメラ回ってます。ほんと言ってんの？チブル4分8秒。前回も大好評だった3週連続、チブのラーメン企画、スタートです。頭出しカットしといて。秩父空を見上げ、いつでもこの街を思うよ。素直にならぬよ、ふるさと秩父。西武鉄道のお花畑駅目の前にあるラーメン屋さんなんですけど、ずっと気になったんですよね。ありがとうございます。じゃあこちら限定メニューのタイとハマグリの塩そばです。いただきます。おお、おうまい。これあれですね、スープは鶏ガラベースになってますね。美味しいです。うまい。うん、鶏ガラスープにタイとハマグリの旨味がギュッとこう凝縮されてるラーメンですね。うまいっすよ。麺細麺なのでもっちもち。買い出しですね。買い出しですね、はい、ありがとうございます。こちら買い出しそば。こちらのベースは鶏ガラのベースですね。しっかり貝の出汁出てますね。あ、うまい。スープはチンタンスープがベースで、しじみとハマグリの旨味がこう加わってるっていう感じのスープですね。美味しいですよ。あんまなかなかないかもしれないです。新感覚。ありがとうございます。はい、お待たせしました。いただきます。じゃあ醤油ラーメンいただきます。おお、このスープうまいぞ。こだわりの醤油だれ使ってるってさっき店長に教わったんですけど、うまい。うまい。
これ大好き。あ、これすげえうめえ。個人的に醤油ラーメン一番気に入った。ほんとうまい。これは昔ながらの中華そばとかあるじゃない、ラーメンの。あんな感じの雰囲気もあり、でもしっかりと麺ももちもちで、でこのねスープがね、この醤油だね使ってるスープめっちゃくちゃうまい。合う。じゃあ足の蝶はやります。程よい歯ごたえ、いいっすね。俺の中でナンバーワンだ。このお店の中で一番好き。うまかったです。横田のラーメン。ごちそうさまです。店長ごちそうさまでした。うまかったです。ありがとうございます。お店っていつからやってるの？去年9月から9月18日自分の誕生日にオープンしました。あれ新しいんですね。そうなんです。限定メニューが、はい、あのまた冬になると変わったりとかするんですか？そうですね。冬は冬で背脂辛味噌ラーメン冬季限定やっていまして、はい、今これちょっと食べてもらったのが春限定炊いたハマグリのお塩そばですね。なるほど、夏は夏で冷やし汁と考えております。じゃあそういう季節を取り入れたラーメンが食べれるということですね。はい、めちゃくちゃうまかったです。ありがとうございます。また来ますんで。戻ります。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。